イーライ・リリーカンパニーは、米国の国際的な製薬会社で、売上高で現在世界9位である。本社は、インディアナ州インディアナポリス市にある。社名は、創業者であるイーライ・リリーに由来している。インディアナポリスのイーライ・リリー本社、イーライ・リリーカンパニーは、1876年に、米国インディアナ州で創業され、 1923年には世界で初めてインスリンの製剤としての実用化に成功。1982年には世界で初めての遺伝子組み換えによる製剤、ヒトインスリンの開発に成功する。日本での展開は、1909年から塩野義製薬がリリー社の製剤を発売したことに橋を発し、 1965年にはイイイーーライリリーインターナショナルコーポレーションの日本支社が、1975年には日本イーライリリー株式会社が神戸に設立された。創業当時から最新技術を取り入れ、米国の基礎研究所を中心に、日本を含む世界9カ国に大規模な R&D 設備を持ち、約8800人の開発スタッフを雇用する。また、この会社は、 ワーキングマザーズマガジン2004年度の働く母親のためのベスト10において1位の会社に選ばれている。研究開発に投じる費用は22億ドル超。売上高に占める開発費の比率において、米国の製薬会社の中ではトップクラスの研究開発重視の企業である。これまでに世界初の医薬を数多く作り出してきており、代表的なものでは 糖尿病の治療に用いられるインスリン、細胞内寄生菌に有効なマクロライド系抗生物質、感染症治療に用いられるセファロスポリン系抗生物質、遺伝子組み換えインスリン等がある。ありがとうございます。